心臓移植？ええ。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？うん、組長さん。松重。何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、遥のことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。気をつけてね、キリュウちゃん。早く帰ってきてね、おじさん。
じゃねえか。どうした？力みすぎだぜ。どうした？力みすぎだぜ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
そうだな。はい。うん。どうも。
何勝手に俺らの視界に入ってきてんだ。おい、聞こえてますか？苦しくてまともに喋られないが。じゃあ痛み感じられなくなるまでいたぶってやるぜ。許して。黙るくそ。
いらっしゃいませ。Go!
おい。